告となりましたので、これより第19回江戸東京キラリプロジェクトの推進委員会を開会いたします。できれば物だけではなく、本当に物語ですとかライフスタイルですとか、工芸ばかりではなくて、なんか食がもっともっと発信していけるんではないのかなと。若者にもやはりインスタのリードが非常に刺さりますから、それもやはりこう規模がこれだけ大きくなっていくにつれですね、今のいろいろ皆さんからのご指摘ありました江戸東京キラリっていうものの存在をどう認知してもらうか、そういうことがすごく大事になってきて、ますます大事になってきてる。もう匠の技、そして名品はまさに東京の宝だと言えるかと思います。でそういう古いものを守りながらも時代の変化に合わせた革新的な取り組みに挑戦をするということで、それがまた新たな歴史を作っていくと、そのように紡いできたということだと思いますし、また今後ともそうしていくべきだと考えております。